ものすごい人。再び樹氷高原駅に戻ってきました。往復3回に及ぶ空中散歩楽しんでいただけたでしょうか。お土産屋さん見つけました。ちょっと入ってみましょうか。動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する着物男子馬尾慎です。急遽ですけれども山形仙台弾丸ツアーと称して始めたこの日帰り旅行企画、多分これが第3弾ぐらいになっているんじゃないかと思われます。編集の都合によって順番を変えたりもしくは増えたりするかもしれません。早速なんですけれども今日夜には帰ります。そしてやっぱり僕一人が楽しむなんてのは考えられないことなのでこちらを用意してみました。山形の銘菓で樹氷ロマン、すごいですよ。県名産品品評会第1回金賞ですって、金賞ですって、金賞ですって、すごいですよね。なおかつご家族に職場の人に行き渡らないってちょっとまずいじゃないですか。これかなりの量が入ってますし食べやすい一口サイズになっているのでおすすめのお土産なんじゃないかなって僕個人的に思いました。そしてまだもう一つあるんです。なんとこの樹氷ロマンパート2があったんです。パート2があったんです。パート2があったんです。びっくりしました。と思って、でこれも面白いじゃないですか。だからつい買っちゃいました。これもお値段両方とも税込みで1,080円、とってもリーズナブルでなおかつたくさんの人に行き渡りやすいような量もしっかりと確保されてますのでとってもいいなと思っております。じゃあこのお土産レビュー、まあ中身は開封はできないんですけれどもよかったらこちら蔵王に来た時に買ってみてください。このお店は新左衛門の湯さんのすぐ脇にあるお土産屋さんで、こちら1,080円税込みで販売してますのでぜひお手に取ってみてください。じゃあね、僕はまた旅を続けていきますよ。お昼になりました。小腹も空いてきましたので何かどっかでご飯でも食べてみたいかなと思います。じゃあ行ってみましょう。ちょっとね、だいぶ歩き回りすぎて着物がずれてきたので一袋いただきつつお直しをしたいなと思います。ちなみにこちらのチケットは隣のレストランで購入できるそうです。ここは露天風呂ゆうゆさん、隣がレストランフレスガッセさんでこれを買うことができるのでこれでちょっと一袋浴びてきます。せっかく蔵王温泉にいるので、ではゆうゆさんで一プロいただいて外へ出てきました。国内撮影禁止ということだったので簡単に概要だけ説明します。入浴料が一般の大人600円、お子さんは400円、でタオルはバスタオルは貸し出し、フェイスタオルは購入ということで各200円ずつで提供ということで1回の入浴で千円札1万やればなんとかこと足りるということで気軽な気持ちで利用できるお風呂屋さんだなって思いました。あとは有料のコインロッカーがあって、こちらは100円と200円があります。手荷物の大きさによって選べばいいと思いました。蔵王に来たら足運んでみてください。露天風呂は本当に良かったんですよ。硫黄の匂いのする本当乳白色のお湯が肌に良くて、最近手荒れが気になるところもあったのでちょうど良かったです。さてお腹が空きました。そろそろここで食事を取るところを探したいなと。それでは移動しましょう。どこもどうやら夜の支度の準備で一旦店を閉めてるみたいなので
手を締めて、そろそろ山形に移動しようかと思います。向こう側に見えるのが山港バスさん、ちょっとわからないんですけど、読み方ちょっとよかったら教えてください。バスターミナルがあります。ここから山形駅まで片道1000円で行けるので、それで山形まで行きたいなと思います。行ってみましょう。1000円札を。では蔵王温泉から山形までの切符買いました。これで行けます。山形駅に到着しました。どっかでご飯食べたいと思ったんですけれども、サブチャンネル用に仙山線取らなくてはいけないので、早く電車に乗ってしまいます。よかったらそちらもこのメインチャンネルの中一部使っていきますので、サブチャンネルと合わせて楽しみにしていてください。では行きましょう。次の仙山線の仙台駅の電車、普通列車になるんですが、16時58分出発です。かなり時間があります。あと45分あります。その間に軽くお腹に入れて、サブチャンネル用の撮影可能であればチャレンジしたいと思います。500円でリーズナブルなセットメニューがあったんで、それを買いました。エビバーガーです。仙山線に乗り込みました。ここから仙台に向かいます。普通列車なのでかなりゆっくりした進みになるとは思いますが、これでもう一台のカメラを使って運転手さんの許可もいただいて、仙台までの道のり全面展望動画ということで、サブチャンネルのように撮影の方ができる運びとなりましたので、そちらもぜひぜひ楽しみにしていてください。ということで、約半年ぶりに仙台に戻ってきました。旅続きの男子です。仙山線が約1時間と20分程度の乗車時間でしたから、あっという間でした。もう辺りこんな風に真っ暗です。今回の弾丸ツアー、これでとりあえずゴールということにはなるのですが、これで締めてしまうとちょっと物足りなさもあるかもしれませんので、せっかく仙台来てますし、山形でゆっくりできなかった分も取り戻したいなと思っております。とは言ってもね、当初の目的では仙台は本当に単なるゴールでしかなかったんですよ。東北一周旅行の最後の目的地ゴールとして設定しているだけで、何をするとか全く決めてないから、一体どこへ行けばいいんだろう。とりあえずもうちょっと歩いてみましょうか。お腹も空いてますからね。というわけで来ちゃいましたよ。焼き豚大黒さんでもう注文が来てます。こちらジンビームのハイボールです。
焼き豚外国産で頼んだもの福祉ランキング出てまして、エバテキ、ゾウシロ、トロネギということで入ってまして、そしてもつ煮ね、これもうこういうホルモン焼き屋さん、串焼き屋さんではもう定番の料理注文しております。まずファーストオーダー来ました、もつ煮込みです。じゃあいただきます。これね、よくもつがちゃんと煮込んである。これが串ランキングで第1位になっているレバテキだそうです。いただきましょう。うまい、うまい、うまい。声が大きすぎた。油がよく乗ってる。食べやすい。本当にね、こういうお酒のつまみによく合う。次のオーダーが、これは3位のトロネギ串だそうです。いただいちゃいましょう。本当に油がトロトロ、これネギが合う。金宮中華行きました、はい、これ1杯350円、安い。最後のオーダー来ました、ハツです。僕の大好きなハツ、いただいちゃいましょう。めちゃめちゃ柔らかい、そして美味しい。ごちそうさまでした。いかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。これが山形宮城弾丸ツアーのフィナーレになります。本当にありえない失態をしてしまってこんなことになっちゃったんですけどもね、ただ終わり良ければ全て良しとも言うので、やらかしてしまったことは次の反省にとっておくとして、次に生かしていけばいいかななんて思っています。この動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。というわけで、この動画最後まで見ていただいてありがとうございました。